はい、続いてシャープです。シャープはですね、ピクセルの色の部分のコントラストを調整することが可能です。まあ、ピクセルですね、一粒一つのピクセルの、コントラストです。これ上げるとどうなるかというと、ちょっと100ぐらいにしましょう。はい、こんなような形で部分がシャープになりますね。これ before で after という形です。これなんかもですね、ちょっともわんとした映像なんかに、このシャープをかけることによって、まあ、メリハリのあるような映像を作り出すことが可能となっています。